広末涼子、ダブル不倫でヌード女優に転身か。和田アキ子も猛烈批判。その真相は？こんにちは、スコープ芸能です。フレンチレストランの著名シェフ鳥羽周作さんとのダブル不倫騒動で渦中の広末涼子さん、すでにキリンビール本キリンの CM 動画が公式サイトから削除されたほか、主演映画の制作が延期になるなど影響が出ています。これに対し和田アキ子さんは番組で、言うてももう42歳やからね、もう事務所関係ないでしょと切り捨てました。またコマーシャルをやるってことは、その会社を代表して背負ってるくらいの覚悟じゃないと、会社の人もキリンの人もショックだと思うなどと続けました。実際にスキャンダルの代償はこれからさらに重くなりそうです。某芸能関係者はこう語ります。 CM に出るときに交わす契約書には公序良俗に反する行いはしないという文言が通常は入っています。今回の不倫騒動のような行いは厳密には契約違反にあたるのです。契約企業から違約金を請求される可能性があり、 CM 映像がお蔵入りした費用を見積もればその金額は億単位になるでしょう。広末さんご本人が頑なに否定し、事務所が早々に謝罪文を出したのもそのあたりを気にしてのことでしょうと、昨年受賞したベストマザー賞は選考失敗との声が SNS で上がっており、お騒がせというかつての異名が復活しているようです。こちらに対して先日の某芸能関係者はこう言います。このまま契約満了となり、ひっそりと消えていくというパターンが現実味を帯びて見えますね。新たに CM でオファーを出す企業もまず出てこない。映画業界も今回延期となった作品の二の舞になるのは勘弁だと思いますよ。億単位の違約金を背負うことになり、仕事も失うことになりそうな広末涼子さん、これに対し映画批評家の前田雄一氏はこう言いました。だからといってアウトと決まったわけじゃないのが芸能界です。そうした魔性を売りにしてヌードや濡れ場で売っていくというプランは十分ありだと思いますよ。広末さんは若い頃から映像で見ると清楚なイメージが変わらない稀有な女優です。42歳の美熟女なのですから、官能路線は引く手あまた。本気を出せば違約金の回収くらいあっという間ですよ。広末涼子さんのセクシー路線転向は果たしてあり得るのでしょうか。また広末涼子さんは周囲に早く離婚したいと話しているとも報道されています。涼子ちゃんは子育てもきっちりこなしていたし、2人の様子を見ていても仲良し夫婦だと思っていました。広末涼子さんと鳥羽氏の関係はずっと前からではなく、今年3月に広末さんが鳥羽さんのレストランを訪れたのをきっかけに急接近し、6月3日には都内の高級ホテルに宿泊、チェックインもチェックアウトも別々で、かなり周囲を警戒していたそうです。3時の母でありながらホテルを後にしたのは深夜3時過ぎだったという話です。広末さんの現在の夫は2010年に結婚したキャンドルアーティストのキャンドル・ジュンさんです。2004年に前夫との間に男児を、2011年と2015年にキャンドルさんとの間に男児と女児を設けています。広末涼子さんと鳥羽氏はどちらも不倫関係を強く否定していたが、所属事務所は広末に厳重注意をしたと発表しました。広末家とは良好な関係の夫、先日の広末涼子さんの友人は母としての顔を知る分落胆したと言い、こう明かします。毎日のお弁当作りもしていましたし、手帳にはお子さんごとに色分けしたペンで予定がぎっしり書き込まれていました。その甲斐あって子供たちはみんないい子なんです。長男は昨年からハワイに留学しているので子育ても少しは楽になったと思いますが、一番下の子はまだ7歳なのに。また夫のキャンドル氏も子育てには積極的だったそうです。見た目は個性的ですが中身は本当にいい人ですよ。広末さんが仕事でいない時には実家のある高知から広末さんのお母さんが来てキャンドルさんと2人でお子さんたちの面倒を見ることもありました。キャンドルさんにとっては義母との生活になりますが、広末さん側の親族とうまくいっているからこそできることですよね。この話からも広末涼子さんの肩身はどんどん狭くなりそうですね。子供たちや家族がどう思うのか、
考えて行動してほしかったです。今回の報道にはみんながっかりしています。友人や親族からも見放されてしまいそうな広末涼子さん。ただこの一連の騒動に一番ブチギレなのがキャンドル氏です。キャンドル・ジュンさんは騒動渦中の中でもライフワークにしている被災地支援の活動に参加しました。プロデューサーとして最後に挨拶に立つと冒頭でプライベートなことで世間をお騒がせしてしまって申し訳ございませんと自ら切り出しました。それは震災の鎮魂イベントの会場で不倫騒動に言及するという異例中の異例の展開でした。その後イベントの趣旨などに話を戻したが、挨拶最後の1分間キャンドル・ジュンさんは再び騒動に触れました。自分自身の家族は今大変なことになってます。しっかりとこの後けじめをつけますので皆さんお楽しみに。表情こそ穏やかなままだったが語気は強くなったそうです。声量もイベントの趣旨説明の時よりボリュームが2段階ほど上がっていました。キャンドル・ジュンさんのふつふつとした怒りが溢れ出してしまったのでしょうね。またイベント中に長男から月命日お疲れ様とねぎらいのメッセージが届いたことも明かしました。彼は今小さい子たちの面倒を見ていて大変なのに福島の人たちに対して気遣いのできるかっこいい長男になってくれました。そしてキャンドル・ジュンさんの告白は止まりませんでした。次男と長女の世話は今長男が担っているという広末家の内情までも公にしました。これは広末涼子さんが家庭を放置しているということを暗に示したものでしょうね。そしてこの騒動のお相手である鳥羽周作さん自身も結婚していて子供がいるのにもかかわらず記者の不倫関係にはないという質問には、そうですね、逆にそういうことが正式に発表できることがあれば連絡するんでちゃんと撮ってもらったら嬉しいですけどねと語っています。このコメント、本当に妻がいて子供がいる人の発言かと耳を疑いたくなりますよね。今回のダブル不倫により様々な人に迷惑をかけたことでしょう。しかし一番悲しんでいるのは双方のご家族なのではないでしょうか。これからも様々な場面でコメントをしなくてはいけないでしょうから、その時はご家族にもっと配慮した発言をお願いしたいですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。